こんにちは。食べると美味しいショガムです。じゃあ、チャンネル来ないと後悔するぞ。普段はゆっくりし聞こえています。待たせたな。チャンネル登録してくれると、多分膝が将来痛くないよ。どうも、ヨウです。動画を上げておりません。はい、どうも、実況者です。よろしくお願いします。ドイツ語で挨拶しようとしたけど、思いつきませんでした。シアンと申します。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。お願いします。よし、じゃあまず給食費を盗んだやつは誰だ、お前。よし。怒らない、先生怒らないからちょっと正直に手を挙げろ。私が盗みました。よし、じゃあ、皆さんで、白神戸さんに入れましょう。はい、ちょっと待って、100円だけです。100円だけです。100円、100円だけなんです。ちょっとジュースのお金が足りなくて、100円だけ盗んだんですよ。ああ。200円で返しますから、はい。なるほど、クソ野郎だな。うん、ジュース買いたい。盗んでた。クソ野郎だな。なるほど。クソ野郎って言われてた。占い師の誰か。占い師が誰か。また俺でーす。おう。おう。俺が誰かだか分かんないんだけど。分かんない。ユキ。あ、ユキさん。ユキさん。ユキさん、はい。ナッツさんを占ったら村人でした。おー。おー。なるほど。なるほど。あー、はい。今、えって言ったよね。ちょっと待って、俺が疑われるからやめよう。これも作戦のうちだ。経験値が時間なんだね。あ、ほんとだ。減ってる。ちょっといいっすか。僕、はい、僕実は占い師なんですけど、おう、白昆布さん占ったんですよ。おうそしたら人狼でした。おうってことはやはり、あれユッキーさん、占い師って2人でしたっけ。違う、やつは嘘をついている。いや、ですよね。ですよね。やめてくださいよ。どっちかが嘘ついてるね。あれ、いや、マジで。あれ、違うのかな。人狼だったんだけどな。あれ、いや、え、僕、あれ、ちなみに私のこと占ったのは誰でしたっけ。はい、ヨウさん。飛び跳ねてる人です。あ、こっちか。ちりねこさんとユッキーさんが占い師ってことですか。はい、ああ、占いで。いいな。どっちかが狂言っていうことになるから。占い師だ。まあ、でも、後から出てきたの方がおかしくないですか。いや、ちょっと、誰か、後から、ちょっと、様子を見て、ちょっと行ったんですけど。なるほどね。はい。なるほどね。いや、ここで出てきたら、占い師に囲まれるよ、俺。ここで出てきたら、嘘かなーと思って、見てたんですけど。うん。うん。まあ、ただそれだけです。なるほど。なるほどね。でも、私、村人なんで。じゃあ、これね。ここで言ってる。じゃあ、村人、誰ですか、まず。はい。はい。はい。村人が、今、もう4人 ?4 人ぐらい。なるほど。飛び跳ねてる人も。飛び跳ねてるやね。含めて、村人が5人。で、占い師が2人で。はい。じゃあ、予算が人狼です。なるほど。おぉ、なるほど。なるほど。はい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 。はい。はい、俺的には、チリネコさん怪しいと思う。おや、おぉ、ナツさんは、皆さんはユッキーさんにあの占われて白と白、うん、あら、え、じゃあユッキーさんは合ってるじゃないですか。ユッキーさんは占い師じゃないですか。そうだそうだ、うん、なんだと俺には魔力がないというのか。そうだ俺には魔力え、でもこれって人狼、初めに給食とか言うから
人狼3人っていう場合はあるのかな。それで疑われる。いや、もうエンジョイ勢だから俺、エンジョイ勢。とりあえずいっぱい喋っとけばいいからみたいな。いっぱい喋ったらそれで余計なんか疑われますね。怪しまれるよね。ですよね。あ、もう時間がない。いや、これはまずいぞ。4、3、2、1。来ました。おぉ。全然ましたね。あー、これは。来ましたね。これはいい眺めだ。しし集計完了までお待ちください。完了しました。やべえ、では、ジュンコさんが初見となります。いや、待って。圧倒的ですね。あー、痛い、やめて。さよならあー。さよなら。あ、いいやつだ。これで、最終的に。いえ、終わった回答になってるんだ。ああ、人狼なんだ。人狼は死んでますね、じゃあ。あ、回答したのか。私、また回答されてる。人狼の話のこと選ぶので、このゲームは人間チームの勝利です。やったー。やったー。